よろしいでしょうか。皆様本日はお足元のお悪い中ですね、というか大雪の中、これだけ多くの方に駆けつけていただいてありがとうございます。警告過ぎましたので始めさせていただきたいと思います。本日ですね、原発事故被害者支援法過去過小市民提案ということで院内集会を持たせていただきました。私本日の司会を務めさせていただきます、サフラン福島の子どもたちを守る法律家ネットワークの弁護士川崎と申します。よろしくお願いいたします。本日まず最初に注意事項なんですが、まずですね、本日撮影が入りますので、映りたくないという方はですね、こちらから見て右の後ろ、皆様から見て左の後ろの側に移動していただければ、撮影に間違いなく入らないというふうに考えております。またこれはご連絡事項になるんですが、子ども福島関係で来られている方に関しては、子ども福島の方から交通費の助成があるそうですので、小林麻也さんの方にご連絡いただきたいということです。それでは早速ですが、まず最初にですね、私ども福島の子どもたちを守る法律家ネットワークの共同代表の梓和幸弁護士の方からごく簡単にご挨拶をさせていただきます。梓和弁護士、よろしくお願いいたします。昨日福島市の福岡財団での法律相談に行ってまいりましたが、お母さんたちのこの放射能を降る土地に子供を住まわせ続けていいのかという悩みは深いものがございました。どうしたらいいのかということについて、今日立法提案について検討、皆様と一緒に検討させていただきますけれども、何よりもその悩みに接する私たち自身が問われている集いであると思います。悩みを持ち生き抜こうとしている人々のに対して、尊厳ある個人として対することができるのかどうかが問われているこの瞬間だと思います。今日は存分に皆様のご意見を戦わせていただき、何か新しい対応ができますようお力を、どうぞ皆様のお力を貸していただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。浅田先生、ありがとうございました。それでは簡単に今日の流れをご説明させていただきたいと思います。まず第1部と題しまして、11時半から12時半をめどに1時間ほどでですね、現状報告と2つの福島ということでお話を構成しております。最初に中田誠一さん、次に井戸川町長、そして福島避難母子の会から磯貝さんご夫婦ですね、でピーチガールプロジェクトから宍戸さん、宇都宮大学の坂本先生、そして菅波弁護士からそれぞれ報告というふうに考えております。後半1時間12時半から大変申し訳ないんですけれども、食事休憩等々ございませんので、一気に2時間駆け抜けさせていただきたいと思うんですが、主催者からですね、福島老朽原発を考える会の坂上さん、NGO FOE ジャパンの三田さん、そして桜の募集の方から立法提言に関してのご説明がございます。保坂世田谷区長からも、それに対して応援のメッセージと、日弁連から秋元先生、そして原発被災者の会の柳井さん、お話をいただくことを考えております。質疑の方はですね、できるだけ設けたいとは思っておるのですが、ちょっと時間の関係でなかなか難しいかもしれません。その場合は宣言分の採択までをなんとか1時半までに終わらせた上でですね、そこから30分ほど記者会見2時から予定しておりますが、そこまで時間がありますので延長質疑ということでですね、お受けしたいと思っております。またご来場の国会議員の先生方には随時ご挨拶を賜りたいと思っております。それでは、進行の1番ということで、子ども福島の中田誠一さん、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました中田です。今日第1部の現状報告2つの福島の方、私からですね、今福島と避難者どうなっているのかというご報告をさせていただきます。事故から間もなく1年が過ぎようとしております。
この1年本当に翻弄され続けてきた1年、また今もまだ悩み迷いの中にいる1年であります。報道によりますと、すでに6万人を超える人たち県外に避難されていると